い、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日の動画はですね、節税の代表格である青色申告と青色専従者給与の申請締め切り日が迫ってますので、漏れのないように申請をするようにしてください。またインボイス制度の申請の方も原則3月31日と迫ってきてますので、そちらについても動画で解説をしていきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、やっている SNS は TikTok、Instagram、Twitter、Voicy とやっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。また出している出版ビジネス書2冊、こちら自営業フリーランス向けの本と、またインボイス制度 Q&A ブックということで2冊出版しておりますので、合わせてチェックの方お願いします。すべて概要欄の URL から飛べるようになっております。それでは早速、本日申請期限がありますので、しっかりと動画で勉強して抑えましょう。はい、それでは本日の内容、締め切り期限、厳守、節税のために要確認ということで、動画で順番に解説をしていきたいと思います。提出期限がある話ですので、節税したいという方は必ずこの動画しっかり押さえておきましょう。本日の内容になります。提出厳守ということで、まず1つ目、青色申告への変更締め切り、こちら3月15日までとなっております。そして2つ目、青色専従者給与の申請締め切りも3月15日となっております。そして3つ目ですね、インボイス制度の申請も原則3月31日となっております。こちら3月31日が原則ということはですね、例外こういうケースもいいですよっていうのがあるんですけど、そちら動画の方で解説していきたいと思います。そしてですね、この1番と2番、青色と専従者給与はですね、節税の代表格と呼ばれるものでして、どの先生もですね、節税ベスト5みたいなものを出しますと、ベスト5に必ず入ってくるようなものになりますので、この1番と2番しっかり押さえていきましょう。それではまず青色申告への変更からについて解説をしていきたいと思います。税務署へですね、申請をすることが必要となります。青色申告承認申請書を税務署へ提出します。そして提出期限なんですけども、こちら令和5年を青色に変更したいな、白色から青色にしようと思った方はですね、令和5年の3月15日までにこの青色申告承認申請書を税務署に提出する必要がありますので、お忘れのないように。期限迫ってきてますので、もし出してないなって方、今気がついたことはすぐに行動をしてください。そして新規開業の場合はですね、こちらのルールは当てはまらずに、開業2ヶ月以内に青色のね申請書を税務署に提出するっていうルールですので、お気をつけください。そしてこの白色から青色の変更なんですけど、令和5年になってもう少しね日付が経ってから、いや要は次の確定申告時期を考え始めた時に、後からねやっぱり今年青色にしたいなっていう風なことはできませんので、お気をつけください。令和5年青色にしたい方は3月15日までに書類を提出するようにしてください。じゃあ次に青色にすることの特典メリットって何があるのということで、スライドで解説をしていきます。青色申告の特典についてです。今回挙げるものが全てではないんですけど、メインのもの、主にこれがいいよねっていうものをピックアップして解説をしていきます。まず1つ目、青色申告特別控除ですね。これは皆さんよくご存知だと思います。要は e-tax 電子申告で確定申告書を提出した場合に最大65万円控除できるよってものです。こちら e-tax じゃない場合でも最大55万円控除もらえますので、この55万、皆さんね地味な金額だと思いかもしれませんけど、これは本当に有効な節税方法となってきます。この65万円が意外と効果が大きいです。そして2つ目のメリットです。損失の繰り越しができるということになります。起業して初年度や 1,2 年というのは赤字が出やすい時期です。その赤字をですね繰り越すことができるのが青色申告の特典メリットになります。赤字だった場合、翌年以降に黒字が出た時に、その年に過去の赤字と相殺することができるんですね。この相殺をすることで、本来だったら納めるべき税金が相殺することによって税額がぐっと下がりますので、この損失の繰り越しができるというのは大きな特典となります。そして3つ目、青色事業専従者給与を使うことができるということですね。こちらはですね、家族に支払った給与を経費にできるというものになります。この専従者給与については次のスライドで詳しく解説していきますので、ここでは青色申告をしていると青色事業専従者給与が使えるよということで押さえておいてください。そしてこれは意外とね隠れたメリットかもしれません。4つ目、少額減価償却の特例を使うことができます。本来10万円以上の資産を購入した場合は減価償却をしないといけないというルールがあるんですけども、この特例を使いますと、30万円未満のものでしたら一括でその年の経費にすることができるっていう特例があるんですね。これは青色申告のみが使える特典となってありますので、この
特例使いたいって方はやはり青色申告にする必要があるかと思います。それでは次に先住者給与についてスライドで順番に解説をしていきます。青色先住者給与の申請なんですけど、同じく税務署へ書類を提出します。青色事業先住者給与に関する届出書という書類は税務署に提出することになります。こちらの提出期限についてなんですけど、令和5年から家族にね渡す給料を経費に上げたいという方、令和5年から給与にしたい場合にはですね、令和5年の3月15日までにこの届出書を税務署に提出する必要があります。これ青色申告と基本的に締め切り日は同じになります。そしてこれも同じく新規開業の場合はですね、このルールではなく2ヶ月以内に提出をしないと間に合わないということになりますので、お気をつけください。この2ヶ月以内というのは開業届を出した2ヶ月以内になります。そしてもう一点注意点なんですけど、こちらの青色先住者給与の申請というのはもちろん青色申告をしているということが前提になります。ですので先ほど紹介した1番の申請を出して青色申告ですよって認められていないと、白色申告をしていてこの青色先住者給与の申請をしても受付は不可となりますので、お気をつけください。青色申告をしているということが前提です。もしくは青色申告の申請書と一緒にこの用紙を3月15日までに申請すれば令和5年は間に合うということになります。では次に先住者給与って一体どういったものなのか、また先住者給与を使うメリットについてスライドで解説をしていきます。先住者給与とは、これは家族に対して支払う給与を経費にできるというものになります。先住者給与という勘定科目を使って経費計上をします。この先住者給与条件がありますので、よくここね条件の方をご確認ください。条件です。まず1つ目、生計を一にしている配偶者その他親族であることです。この生計を一にしているというのはどういうことかと言いますと、要はお財布が同じで生活をしているってことですね。もしお財布が別で生活をしていると生活を一にしているとは言えませんのでお気をつけください。そして2つ目、15歳以上であることです。こちら年齢制限がありますのでお気をつけください。そして3つ目、これ重要なんですけども、6ヶ月を超える期間専従している必要があります。これどういったことが NG になるかと言いますと、配偶者を専従者給与にしたいと考えた時に他の会社で正社員をしてるって場合はもうこの期間専従してるっていうふうには言えませんので NG になります。ですので6ヶ月を超える期間専従しているって必要がありますので、パートアルバイトをしてる場合も NG になる可能性が高いと思ってください。そしてですね、この6ヶ月を超える期間専従しているってことはですね、大学生とか学生はですね学業が本部となりますので、そういった意味もあって15歳以上であるっていうような年齢制限があるというふうに捉えてください。もちろん15歳以上であってもね、大学生の場合はね仕事を手伝ってもらっていたとしてもこの期間専従してるとは言えませんよね。学生が本業になりますので、そこのあたりもお気をつけください。そしてもう一つ気をつけるポイントあります。配偶者控除や扶養控除親族ではないということが条件になってます。これはどういったことかと言いますと、先住者給与の控除と配偶者控除の控除ダブルで得をしようということはできないという意味合いになります。ですのでその他親族に出している場合もですね、先住者給与を取るのか、この扶養控除として控除するのを取るのか、どちらかになります。ダブルで控除をしようというのはできませんので、どちらか有利な方法を選ぶということになると思っていてください。先住者給与の特典メリットは何なのかについて次のスライドで解説をしようと思います。こちらです。特典についてです。まず1つ目、先ほどから言っているように先住者給与というのは経費で計上することができるので節税となるということですね。要は経費として給与を計上することができるので、その分節税となりますよということです。そして2つ目、青色の先住者給与は金額は自由に設定することができます。これ白色の場合と青色の場合どう違うかと言いますと、白色の場合はですね、実は先住者給与という概念はあるんですけど、年間上限が86万円までというふうに天井が決まっているんですね。これ月にするとだいたい7万1000円ぐらいのね金額になるんですけども、青色の先住者給与はですね、金額を自由に設定することができますよってことです。なので年間のこの上限86万円を超えて支払うことができることになります。その分やはり青色の先住者給与の方が得ですよ、上限がないからということになります。とはいえここ気をつけてほしいんですけど、やりすぎは注意です。例えば配偶者に自分の仕事経理や雑務などお願いしている場合にですね、経理や事務に対してのお仕事に対しての対
対価っていう一般的相場がありますよね。経理や事務として外で働いてみて月100万円もらえるようなお仕事ってなかなかないじゃないですか。なので同じようにいくら金額が自由とはいえですね、月100万円を給与に出すようなやりすぎはできませんということです。ここご注意ください。一般的な金額となりますので、多いのはですね月8万円から10万円また15万20万ぐらい専従者給与で払ってるっていう方が多いかなというふうに思います。そして3つ目のメリットは、人を雇うことで生じる悩みが軽減するという点です。これどういうことかと言いますと、外部から人を雇うとなりますと雇用の事務作業がかかったり、また社会保険の負担コストなどなどいろいろなものがねかかってきます。ですが専従者給与に関してはですね、この専従者給与の申請をね、要は税務署に提出すれば雇えるということになります。全ての事務作業がゼロになるというわけじゃないんですけど、多少軽減できる部分があるよということになります。そしてこちら、家族親族ですので辞めるリスクが低いというのもメリットになるのではないでしょうか。せっかくね雇用した人がですね育てていこうと思った矢先、長続きしなくてね辞めてしまったっていうようなねことは、この自営業フリーランス雇用の悩みとしてあるあるではないでしょうか。家族をね解散しない限り辞めるリスクが低いということで、こういった点もメリットになってきます。そして最後ですね、配偶者のやる気がアップするという点もメリットだと思います。今まで無料で手伝っていたものがですね、専従者給与ということで給与が出るふうになりますと、専従者のねやる気がアップするという意味でも、この専従者給与というのはメリットが大きいのではないでしょうか。今回の説明しているこの青色と専従者給与なんですけど、どちらもまとめるとこれになります。まとめです。青色も専従者給与もですね、確定申告と一緒に提出するというのがね重要なポイントになってきます。もし確定申告も提出終わっていて、この申請書が出してない、今ね動画見て気づいたって方はすぐ行動をしてください。締め切り日はどちらも3月15日までですので、お気をつけください。それでは次にインボイス制度の申請について動画で解説していきたいと思います。原則は3月31日までに出してくださいねっていうことなんですけど、その例外的扱いについて動画で続いて紹介をしていきます。インボイス制度の申請についてです。これは登録申請のスケジュールということで、国税庁のね表を持ってきてるんですけど、令和5年の10月1日からインボイス制度はスタートする予定です。その10月1日に間に合うためには、原則としてですね、令和5年の3月31日までに登録申請の手続きを行う必要があるというのが基本ルールになります。しかしですね、これに間に合わないよという方がやはりねいらっしゃるよねということで、こういったルールでもいいですよというものを次のスライドで紹介します。これは令和5年度の税制改正から抜粋したものです。このように公表されております。こちら詳しいものね、よく読みたいという方は大元のこの資料を読んでいただければと思います。簡単にまとめますと、令和5年の3月31日の後に提出する登録申請書の取り扱いについて書いてあります。どうなるかと言いますと、令和5年の9月30日まで申請をすれば10月1日を登録開始日としてみなしますよっていうようなことが記載されています。このね情報を聞いて皆さん、あ、まだちょっと期間あるな、安心したっていう方、ちょっと待ってください。この申請をしてから番号の通知が来るまでに予想外に時間がかかるんです。次のスライドでどういったことか紹介をします。こちらは令和5年2月20日の公開情報です。これ国税庁で公表されてます。要はインボイス制度の登録申請書を出して登録の通知が来るまでの目安期間をアナウンスしております。どういったことか見ていきますと、 e-tax で提出の場合は約3週間かかりますと、そして書面提出の場合は約2ヶ月かかりますというふうにアナウンスがあります。これ目安ですのでお気をつけください。そしてですね、もちろん10月の1日が近づけば近づくほど、おそらく今より混雑するんではないかと予想ができます。またですね、皆さんが申請した用紙にですね、記載や誤りがあった場合には内容の確認がさらに必要となるので、上のね要は上記の期間より時間がかかるというふうに思っておいてください。これをね見ますと、皆さんが思っていた申請してから通知来るまでの時間って短かったでしょうか、長いなと思ったでしょうか。このねどちらかによって今後のね判断、申請ちょっとそろそろやばいな、急がないといけないなっていうふうに気がついた方ね多いんじゃないかと思います。でもですね、このように9月の30日までに申請をしたとしても、思った以上にね今2ヶ月とありますけど、もしかしたら3ヶ月かかるかもしれない、4ヶ月かかるかもしれない、手元に番号
号がない場合には一体どうやって対応すればいいんですかって皆さん疑問に思うと思うんですけど、それについても情報が出ております。次のスライドで解説します。もし申請はしたけども通知番号が間に合わない場合はどうしたらいいんですか。要は通知番号が届かない問題ですね。これはですね、令和5年の9月30日までに申請をしていたら10月1日を登録開始日としてみなしてくれるというルールがあります。番号がもし届かなくても9月の30日までに申請をしていたらセーフですってことですね。じゃあ手元に番号がない状態で実際現場ですね、経理作業はどのようにすればいいんですかということなんですけど、番号がない状態で書類を作成するということになります。番号がない状態で取引先に請求書や納品書、領収書等を作成して渡すってことになりますね。番号がないから仕方ないですよね。そしてその場合はですね、取引先に説明をしておく必要があります。申請中なんですけど番号がまだ届かないんですっていうことを説明をしておく必要がありますのでお気をつけください。そしてですね、少し時期が経って番号が届いたら速やかに取引先に番号が届いたのでということで番号を記載した書類を取引先に再度作成し直して渡すということになります。ですのでもし万が一番号が届かないというふうになったとしても救済措置はあるんですけども、気をつけないといけないのはこの9月30日までに申請をしているっていうことと、この状況なんですけど、これよく皆さん考えてみてください。救済措置はあるんですけど、取引先がですね1社や2社でしたらそこまで手間かからないと思うんですけど、皆さん取引先というのは何社ぐらいありますでしょうか。これは全取引先に1回書類を作成して相手に渡し、また説明をしておき、番号が届いたら再度書類を作成し直してまた送るというものすごい膨大な作業量と非効率ですよね。二度手間になりますので、やはり番号は前もって手元に届くように早めに申請をするということを強くお勧めいたします。先ほどのスケジュール表でねちょっと考慮して考えてみましょう。こちらの表を見ていただくとですね、9月の30日までに最終締め切りということになっています。ですのでここの10月1日に間に合おうとして3ヶ月ぐらいは見ておいた方がいいかなと思いますと、遅くてもやはり6月頃にはインボイス制度の申請をしなければいけないということになります。もし何かしらあって、または混雑して手元に届かないってなると大変、そんな目に遭いたくないわっていう方はゴールデンウィークあたりを目安に最終デッドラインだというふうに考えていただければと思います。そしてですね、今回インボイス制度の申請のスケジュールの話をしたんですけど、インボイス制度についていまいちよくわからないという方にはおすすめ動画があります。こちらおすすめ動画になります。過去に作った動画です。こちらタイムリミット1年ほどっていう時に作った動画なんですけど、こちらが一番短くまとまっております。またインボイス制度がスタートすることによって事務負担が避けれないよね、全員が関係することになるんですけど、インボイス制度が負担したら実際に現場経理作業は一体どういうことが負担が増えるのかについて解説をしております。またインボイス制度を理解するにあたってですね、仕入れ税額控除というものがわからないとなかなかピンとこない、理解できないということで、仕入れ税額控除だけを引っ張り出してわかりやすく解説した動画ありますので、ぜひそちらの方も参考にしてみてください。そして冒頭でも言ったように30分でスパッとわかるインボイス Q&A ブックも出版しております。こちら宝島社さんからこちら出版をしております。ずっと表が多く字も大きめですのでかなりわかりやすいということで好評です。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができることです。オンライン上に税理士を味方につけるってことですね。 Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットはですね、定期的にサロンズームを開催していまして、直接私にズーム上で質問や相談、ビジネスの話をすることができます。また入会されているメンバーさんとの情報交換もできるということで非常に好評です。3つ目のメリットはですね、経理税金の新しい情報や SNS 投稿の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げてる情報ばかりになっております。詳しくは概要欄の URL から飛べるようになってますのでチェックしてみてください。こういう方が向いています。ググってもなかなか答えが出ない、お金に関して聞ける人がいない、節税したいとかね、まだ事業規模が税理士をつけるまでもないかなという方に向いているものになりますので、ぜひオンラインサロンの方ご検討ください。参加お待ちしております。私がね出している2冊の本、インボイス制度の Q&A ブック、こちら宝島社さんから出てます。そしてこちら自営業
業フリーランスに必要な経理、税金、節税、確定申告が一冊にギュッとまとまった本も出してますので、そちらの方も合わせてお願いします。こちらもうね3回目吸っておりますので、どちらも Amazon Kindle 版ありますのでチェックしてみてください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今チャンネル登録者数が15万人を突破いたしました。 YouTube へのいいね、コメント、高評価ボタンいただけると励みになりますのでお願いします。また SNS はですね、 Instagram が3万人、 TikTok が 6.3 万人、 Voicy は2022年の11月11日にスタートして毎朝8時に投稿しております。どの SNS も少し違った情報をお届けしてますので、すべて概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひチェックしてみてください。それではね、節税代表格の青色と先住者給与の締め切り日について解説をしました。これからスタートするインボイス制度の申請締め切り日についての情報も解説いたしました。ぜひ皆さんしっかりチェックして損のないようにしてください。後でね、しまったなと思うのが一番良くないですので、しっかりと勉強していきましょう。今後も YouTube 動画では自営業フリーランス向けにお役に立つような情報をどんどんと投稿していく予定ですので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。